濁り酒とは、透明ではない白く濁った酒。濁り酒。蛇のみチョコの模様が隠れていることから濁り、具合がわかる。濁り酒は透明ではない白く濁った酒であり、コす工程のないものは、ドブロクというが、市販されている商品のほとんどは洗い布などで軽く、こした清酒の一種である。日本酒は一般には、米と水を原料に醸造によって作られる、伝統的な酒を言う。 清酒は本来は澄んだ酒のことであり、その大義語が濁った酒を意味する濁り酒である。この濁酒はコス工程を経ていない酒で、これが一般的にドブロックと呼ばれている。米と米麹と水を原料として発酵させただけで、コス工程を経ていない濁り酒は、酒税法第3条第19号のその他の醸造酒に分類される一般に市販されている。 濁り酒と洗い布などでもろみを軽くこした清酒の一種で活性生酒とも言う。精酒メーカーから濁り酒として市販されているほとんどの商品はザルや目の洗い布などでこす工程があるため、酒税法では醸造酒のうち清酒に分類される。生の状態のものは炭酸ガスを多く含んでおり慎重に取り扱う必要がある。ありがとうございます。